第二章、一節から十節だから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみごのように、混じり気のない霊の父を死体求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は、主が恵み深い方だということを味わいました。この種のもとに来なさい。 主はは人々からら見捨てられたのですが神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭祀となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ 私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は、決して失望することはない。従ってこの石は、信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、また、つまずきの石、妨げの岩なのです。 彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためなのです。 あなた方は、かつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、哀れみを受けなかったが、今は哀れみを受けているのです。十一節から十七節愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり仮住まいのみなのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、 異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての肯定であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために、 皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の見心だからです。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神の下辺として行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、 皇帝を敬いなさい。十八節から二十五節。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。 罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。 この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しみられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして、十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。 そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のところへ戻ってきたのです。